どうも、TF 団の F です。TF 団の T です。さて、ご近所探索編、今回が第3話となります。たまたま見つけた林道が、まさかの大当たり。F が新年初こけしつつも、終点までたどり着きました。とりあえず来た道を引き返し、次の怪しい道へと向かうことに。果たして次は、どのような道が待ち構えているのか、早速続きをご覧ください。それではどうぞ。よし、行きまーす。はい。よいしょ。気をつけろよ。はい。うわ、滑るな、今。なんかずるっと。氷今、ずるんずるんで2回行ったわ。凍ってないとこだもん、結構氷がずるっといった。さあ、帰りはどんな感じか。下りマジ気をつけた方がいいよ。オッケー。基本エンブレー A か。俺もうよちよち歩いてる。意味はない、一足、二足のエンブレー。僕のエンブーエンブーエンブーうわー、若者これよーしよしよし狂犬美女のペットボトルそうよいしょ悪魔見てないなあーゴム板高っゴム板が高いよな、そここれはもうじゃあ草むらの方から行こうこの枝張り出すぜよいしょこの世は一回宝島おなんか体温調子おかしいなえマジでうんえあえパンクしそうパンクしそうえマジで多分前輪か前輪マジでああおかしいなこれやっぱりほらあほんとやわかる潰れとここに来てマジかタイヤの空気圧がミニマムになっちゃうちょっと待ってそうなると接地面が広がった接地面がよいしょ今空気入れても多分すぐ抜けるやろなそんな時はあの時はどうするどうする一旦空気入れるか入れよっかあるああ空気入れ持ってきちゃうどっかちょっと平坦なとこここ、ああここ止めるとりあえずちょっと入れてみるかついタイヤ交換やタイヤ交換ついに来てしまったよいしょまあねえなああなんか刺さったのかなよいしょよし帰ろまさかの幕切りよいしょおおめっちゃ入ったえすげえ頑張って頑張って仕事頑張って頑張って遊びこうやってこうカチッってやってあこうかこうか抜けるとかわからんかもし首とかとかってたら抜かん方が逆にいいうんおすげえめっちゃ硬いめっちゃ抵抗あるよけんいや一応ゲージ入れすぎですよみたいな一応ゲージも持っておけん結構結構入ったそうなの結構入ったああもうちょっとぐらいもうちょっと入れるかあでも多分いいと思うよ別にこれでいい、うん、とりあえずこれで走ってそうだなまあちょっと様子見て次出し次出しいいねああよかった空気でもつって役立つじゃない久しぶりさすがメンテの F だよあの時以来とりあえずこれでまあ出るところぐらいまで持てばいいけどな、うん、あれやな前輪を浮かせばいいわけやなまあ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 後輪だけで走ればああいやまあそうだねずっとやきウィーリーなるほどしていただければ任せてよしじゃあ行きますうんタイヤ変えれるやんやったポジティブザ・ポジティブいやでもそれしか考えないそうだな変えた直後にパンクするよりかは、うん、まあ一応寿命に近い近かったっけそうなんやなそろそろってずっと言うとけ
言うてもまだこれ折り返して最初の方だけ。まあ、も継ぎ足しすれば、まあ、急速に抜けるわけねえけ。最初の方俺結構なんかタイヤの方見よんねん。あーマジこんな感じだったっけと思ってずっと見よってここまで走ってこれとっけ、うん、そんなに急激には抜けんと思うんだけど。でかい石がよいしょ。これでももし変えるとしたらそこまで、でも店までいかんといけん。継ぎ出しでいくしかない。デーブさん早い。ああそうだね、私ダメなんで。はい、すいません。バカげ。えどういうこと。いや分かって、適当に遊びよ。今回のスピードでいいですか。何キロでもいいよ余裕やな。おー草が、草っていうか葉っぱが。これホイールで走るタイプやけ空気圧ゼロで走る。まあまあ自走できないってわけじゃないけど、まあまあ、そうやな。それはもうなんか入っとるちゃんと。入っとる。ああまだペタってなってねえよ。じゃあまあまあしばらくはいけるか。抜けとったんか。そんなでも急になるかな、ペタって。ちょっとこれ以上トラブルが起きないように気をつけましょう。確かに。ちょっとここでちょっと動揺してまた悪いことが起きない。あでも分かった、パンクする状況が、状況っていうか、抜けとんのは多分なんとなく。あまあでも違和感は感じ取ったけ、 あの感じがってことや。そういうことね。それは分かっただけでも収穫かな。エフじゃ気づけない繊細な感覚。さすがに気づくじゃん。うわいやいやなんかめっちゃズスライドショットの一緒。まあでも普通に立っとる。まだ大丈夫そう。あ今止まって確認した。あ本当。まだいける。あいける。まあまあちょっとここ抜けるまでにあと1回ぐらいで済めばいいかな。左右に。めくるなよ。グリグリって結構ねじ込むように。あここ凍ってるとこや。おお。あで一番凍ってるとこ来ちゃった。あオッケーオッケーオッケー。ここじゃないやろ。ここじゃねえかな。うん、もうちょっとで後半やって。もうちょい先か。オープン。ここがあれやな、看板あるとこ。え、タイヤ何でしょうかな。すげえ悩むわ、俺。そうやな。まあ、ツーリストにするか。1万円ぐらいだと全然減り早くてもいいよ。ああ、まあそうやね。今までこんぐらい走ってまだ7000キロやけど。1万、ああ、まあそうや。おお。どうした？いや、溝に落ちた。溝とかあった？溝とかなんか深いとこ。あ、これ？うん。よいしょ。よいしょ。たださっき一応ゲージで一回値見て、うん、もしなんか減ってなさそうでも一回それでチェックして。ああ、確かにね。あ微妙にやっぱ減りよんのか。そのキープションかで。そう。それで。まあでもあんぐらいぺちゃんこになっとったら多分パンクやろうな。あの変えるのは全然。変える気マックス。あと何しようかなって悩み。そうね。ツーリストか、まあ、今までのこの標準のタイヤにするか。一回さすがに変えるわ。ああ別のにね。えチューブレス後輪それ。後ろはチューブレス。ツーリストでも。ああのはずやけどね。確か。今日これでボケたらパンクのせいでしょ。自分もしかしてさっきパンクしてたの。え、パンパンやった。さっきなんかどんなんかわからんって言ったらパンパンやった。まあでもさっきのなんかコケも地味やな。いや、思んねかったもん。俺多分全然笑ってないよ。なんか2021年の行き先とかこの先不安になる。不安になる。この1年が不安。多少まあ遠いところ行って走って帰ってる、まあ150キロを1回に走るとして、でも5000で買いに行けんって言ってもどのくらい30回ぐらいは行けるわけやけど、5000キロだと全然よくない。30回行ったらどのくらい、だいたい半年ぐらい持つ。持つね。ああ試してみてよな。変えてなんか本当に変わるんか試してみて。正直ビフォアのタイヤの記憶あんまねえけど。あれやっぱこの道いいね。いいね。いいね。舗装と未舗装がこう交互にあって。まあ草も生えてるけど、そんななんかもう藪みたいになってない。ああ、そうね。ススキレベルやき。そう、やき。まあ、全然押しのけながら行きました。あの辺もあれなんか夏になった雲が、あっ！どうした？ヘッド。
減ってる。いや、いけるな。減っとるけどいける。ああ、でもやっぱ減るよね。ああ、減るよ。多分。あ、出るまで持つかな。まあ、あと1回ぐらい。ああ、了解。打ち合わせ1回出たら。こっちも脇道あったっけ。減ってますね。あ、減っとる。ほら。ああ、減っちゃうな。脇道は今日はやめてください。やめとこ。あ、まっすぐ来たよ。なんかあの脇道全然。修理キットって何かあんの？パンク修理キット、まああるのはあるやろうね、多分。バイクも。なるほど。だけどあれでまあ応急処置して、あれか、はいはい、店まで行って、でもいいかもしれないな。ぬるっとる。うわ、氷あっちゃう。そうだろ？うん。やっと気づいた。やっと気づいた。お前全然見えない。周りが見えてない男。えぇー、修理キットもやけ、あの、この接地面がパンクしとったら使えるの。あの、サイドが破れとってたからもうダメな。あー、なるほどね。そう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 。なんか液剤入れて、なんか多分走って、遠心力でそこの穴塞いでみたいな。おぉ、なるほどね。そうそうそう。すごいね。サイドが破れとるとダメって書いてる。届かんね。うん。まあ多分ああいうやつって多分自動車用使ってもいいと思うけど、帰ったら調べてみよう、うん、バイク用があればまあそれに越したことない。これはもうホイールを丸毛ジーニにするしかないやん。セロに丸毛ジーニ。なんでなんか文句あんの。いやいや、なかなか。ちなみに丸毛ジーニおいくらぐらい。30万ぐらい。そろそろ入れていただけない。ああ、了解です。ここ広いからここで一回入れようか。うん、あ、この脇道あったな。うお、もう勝て。ほら、もう勝て。12はあるか、急には減ってないっぽいね。泥がついておけ、なんか全然わからん。そうなん、ね、なんか刺さっとっても全然見えない。もうでも脇道が何箇所かあるけど、またちょっと来て調べてみたい。うん、もうでも半分ぐらいは過ぎたかな。多分。全然、全然距離感わからない、林道は。もう目の前の林道にもう心を奪われてしまう。かっこいい。ここか。ここ。ここ、じゅくじゅくやな。まあでも、メリコ関係まだいいか。俺じゃセーフティーか。ああ、大丈夫。結構ここ長い。で、ここの後に多分氷なかったっけ。氷、まあちょっと張ってるかぐらいやな。あの、ここからもう乾いてる。OKOK。あと全部こういう舗装されたとこやったかな。もうそこまで来たってこと？と思うんやけど。あ、でも確かにこんなイメージっちゃイメージだな。最初ずっとこんな感じやった。ああ、確かに。うん、家か。ああ、じゃあもう、あ、だいぶ降り、あ、降りてきて、降りてきて。よかったよ。もうよかった、そんなひどいパンクじゃなくて。ああ。やったー、タイヤだ。大手を振るって交換できる。今まで生きてきた中でパンクを喜ぶ人初めて。いや、まあ、寿命ってことですからね。ああ、そうだね。まあ、寿命かどうかじゃないですけど。まあ、しょうがない。まあ、とりあえず一旦俺ん家帰って、軽トラで飯行こう。ああ、了解。俺、これであんま行きたくない。そう。まあ、でも、なかなかいい林道。最高やったな。逆に今日近場やったけよかった。あの山国とかで片道小1時間かかるとこになってよかった。そうやな。言うて一番近いもん。そう、一番近いとこ。秘密結社ミヤフーダンデキリー。まあそうか、あと1回、まあ、あと1回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 。ピザ、ピザこれ見てください。はい。おめえだ。おめえだ。あ、でもまあこれはっきりしたやん。ああ、そう。クリアだ。すげえな。綺麗に育った。綺麗に育ったんだ。もうすげえ、めっちゃ綺麗に育った。林道行くとやっぱこれやな。まあそうだね。マジ釘許すマジやな。やべえな。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントもよろしく頼むぜ。それでは皆さん。